東洋層は、かつて、香川県小津郡との省庁の双子裏に存在したホテル。資料が残されていないため建設された時期は不明で、あるが、1955年にはすでに存在していたことが確認されている。現在は廃業した建物も廃墟となっている。現在残っているのは、鉄筋コンクリート造り6階建ての客室棟のみで、かつては、 客室胸の横に本館らしきものが立っていたようである。内部は、経年劣化による損傷が激しく危険であるため、立ち入り禁止となっている。かつて、政治家の三木武義が住んでいたことで知られている。現在は、心霊スポットとして知られている。断熱材として、アスベストが使用されていたが、粉塵の発生を防止するため2009年5月11日から6月6日に、 かけてすべて除去された。そのため天井や床材、壁紙はほとんど剥がされ、コンクリートが剥き出しになっている箇所が多く存在する。看板には、東洋層と表記されているが、パンフレットには、東洋層と表記されており、表記揺れが見受けられる。各階の個室の一室に、使われなくなったテレビや冷蔵庫などの電化製品が、まとめて放置されているほか、 1>, 1階には大量の畳や布団、座布団がまとめて放置されている。また、2階の個室に案内プレートが落ちており、売店、ラウンジコーナー、娯楽場、大浴場は1階にあったことが確認できる。2016年、建物の前を通る国道436号線の歩道拡張工事に伴い解体されるのではないかと噂されていたが、敷地の買収は行われておらず。 歩道の拡張工事は国道を挟んで建物の反対側のみに留まる予定である。同年1月14日、富岡コンクリート株式会社によって目隠し用のネットが敷地入り口に設置された。その後、同年11月に富運株式会社により前日の歩道拡張工事が開始され、後期は2017年9月29日までの予定である。ありがとうございます。